小岩島外観公園内のバーバーフィッシュ公園内の、クモウツボ公園内のブラックストライプセーラマ小岩島は、中央アメリカ最大の島で、パナマのベラグアス県の太平洋岸沖合にある。周辺の豊かな海洋生態系に特色があり、国立公園になっていると同時に、ユネスコの世界遺産リストにも登録されている。小岩島が、パナマ本土から切り離されたのは、 海面が上昇した1万8000年前から1万2000年前頃のことであった。新しい島の動植物は本土の集団から切り離されてしまい、外見的にも性質の面でも本土の動植物とは分岐していった。その結果、小岩島は小岩ホエザル、ダソプロクタコイビー、小岩赤岡マドドリなど、小犬の亜種の方向になっている。小岩島では、 アメリカ先住民の恋場勝ち行く人たちが1560年頃まで暮らしていたが、スペイン人たちに征服され、奴隷にされた。1919年には島に流刑地としての施設群が建設された。オマルト・トリホスやマヌエル・ノリエガの独裁政権時代には、恋場の監獄は、残忍な境遇、ひどい拷問、政治犯の処刑といった悪評によって、 パナマ人の恐怖の的だった。この時期にどれだけの人間が犠牲になったのかは正確にはわからないが、資料などからは300人前後だったと考えられている。このため、パナマ本土の住民には悪魔の島として忌避され、監獄閉鎖後も全く開発されなかった。小岩島は1992年に国立公園になった。監獄島として機能していたために開発からは、 取り残されたが、2004年の監獄閉鎖後は、かえって理想的な自然保護区となった。小岩島は、中央アメリカでは、数少ない、混合インコの野生種の大群が見られる場所になっている。島の75%は、森林で、そこには、原子林も多く含まれている。この島には、ここでしか見られない希少な植物種も生育しており、パナマ本土では、 森林破壊や過剰伐採で姿を消してしまった3種の植物も残っている。小岩島周辺の海域は南北アメリカ州の太平洋沿岸で最大級の珊瑚礁に囲まれており多くの海洋生物を育んでいる。地キ湾を流れる海流は独特の海中環境を生み出していてその暖流は珊瑚礁と太平洋の熱帯性の海洋生物を育んでいる。 熱帯性の海洋生物は、通常のアメリカ大陸太平洋岸では予期しない、ものである。暖流に乗って、ザトウクジラ、サメ、ジンベイザメ、シャチ等の比較的大型の魚類や哺乳類もやってくる。小岩島周辺の海洋環境は、ココス海嶺でココシマやガラパゴス諸島周辺の海洋環境ともつながっている。2005年6月には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。登録総面積は43万825ヘクタールである。内訳は、小岩国立公園27万125ヘクタール、海洋保護特別地域16万700ヘクタールである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。